ほんなら、シャオさん行こうか。ちょっと、これ見つけられへんわ。あかんわ。ドア開けられへんわ。シャオさん行こうか。了解っす。了解っす、兄貴。行きましょう。行こうか。行きましょう。行こうか。よし。じゃあ、これでもう全員の探索が終わったっていうことで、一回食堂とかに集まって、みんなで話し合うことができるけども、どうする？集まる！僕は集まる！よし。よし、行こう。集まったから。行きましょう。じゃあ、みんな食堂に集まったと集まりました。うお疲れっす。お疲れっす。ちょうど今お昼時やな。いや、でもさ、地下なんかさ、俺だけやったら見っけられんかってんけどさ、やっぱなんかあると思うね、俺の目星的に。なんかな、何かしらあると思うねんけどさ、みんな誰かここを調べてくれへん。それだけやったら見つけられへんわ。まあ、とりあえず、まず全員の成果聞いてから決めたいから、とりあえず、先に成果だけちょっとみんな聞いていいっていい。とりあえず、じゃあ、ちょっと、一番大物から聞くか、シンマとシャオさんはどうやった？いや、それがな、兄貴、言ってやってください、兄貴。ま、ちょっと待って。シャオさん、どうしたの？何がよ？なんか、いつも通り、今、小島のこと、なんか今、兄貴とか呼ばへんかった？兄貴やんけ、お前。いや、お前、そんなお前、言ったことないやんけ、お前。どれ？いや。いや俺はこの5時間でな、今までの俺の生き方、生き様をね、ちょっとね、改めて、考え改めて、そう考えた結果、コネシマの兄貴についていくことに決めたんや。やっぱり素晴らしいお方や。ちょっと、わかった。コネシマ何したん、お前、シャオさんに。いや、あのな、まあ、一から話すと、まあ、ちょっと大先生、結果だけ言うと、大先生の部屋に入れなかったんや。はい。入れなかったんや。で、鍵も開けられへんくて、鍵閉まってたし、鍵も開けられへんくて、最終的に、シャオロンが、まあ、ドアをね、ぶち壊して入ろうとして、俺はそれをいさめて、いかんと、それは。ほう。いいじゃん。どうしたいや、開けたらよかったな。バカ野郎、お前、バレるやろ。バカ野郎、そうだ。どっちがいいんだよ、バレさん。ああ、なるほどね。反則的な考えに、至ろうとした俺を、島の兄貴は、まあつまりシャオさんのその短絡的な行動をいさめたらシャオさんがなんか俺に対してこう敬意を表し始めてこうなったんや。素晴らしい人間やね兄貴。なるほどな。まあなんとなくわかったまあとりあえずじゃあなんもなかったすまない。うん、5時間ドアの前でわちゃわちゃしてただけやってんの。人生のミニフィルムが見つかったで。そうわちゃわちゃしてたっていうよりも人生観のもね、お互いセッションし合ったって感じかな。もう俺がついていくべき人間を見つけたっていうところでは有意義な5時間やったわ。そうこの5時間でシャオさんの人生は天気変わったからね。素晴らしい5時間やった。すげえ無能。素晴らしい5時間や。すげえ無能。そうやろ探索しろ。人らのだった人らのなんかね、外に行ったけどね、地面がクソ汚くぬかるんでたのぐらい。ああ、外にやっぱ何もなかったか。うん、しかも怖い外。外の方が怖い。特に外にじゃあ、あれ、だか、なんか、例えばさ、地下にあった空洞につながるような道とかも特に見つからんかったよね。なかったね。ああ、そっか。いやー、俺さ、ゲストルーム調べてたらさ、まあ、シンマのおった部屋とかさ、誰もおらんかった部屋、調べてたわけやねんけどさ。はい。いやー、ちょっと、なんか、ゲストルーム1でさ、ちょっと、こんな、ちょっと、本を見つけてさ、私の思いはあなたにっていう、ちょっと、本やねんけどさ、ちょっと見てくれよ、みんな、これ。あいたたたたたた。これ、大先生のポエム集やねんけどさ、ちょっと見てくれよ、みんな。これ、やばいでしょ。ちょっと見たくないなぁ。これ、やばいでしょ。いや、見ろよ。絶対、痛いやろ、これ。絶対痛いやつやわ。俺、あいつ昔ポエム書いてたの知ってるし、絶対それの、なんていうの、ベストアルバムみたいな感じやろ。いや、俺、ちょっと個人的にはベストアルバムってより、ちょっとあれやろな、なんかもうちょっときついもんがあったな。シングルでも相当きつかったぞ。でも、ヒトラルラ見てみ、ヒトラルラさ、もしかしたら、今さ、ちょっと怖がって、ヒトラルラちょっと内心に怯えてるやん。これでほっこりするかもしれん。いや、あんまりヒトラルラ見えひん方がいいんちゃうかな。気持ち悪いし、普通に。俺。ちょ、じゃあ見たくねえんだけど、普通に見たくねえんだけど、じゃあ。え？いや、お前見ろよ。お前やったら耐えれるってこれくらいやったら。
やい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 や全然耐えれへんと思うこれ。マジか。別にじゃあ島じゃなくてもその古文が見ればいいんじゃん。あ、そうや。詳細に見てもらいいよ。なよお前。やめろよ。待て待て待て。よくないってよくないそういうのよくないよくないよくない。そういうのよくない。あ、じゃあ、うん、じゃあこの本自体をじゃあ島にやるからあのもし見せたくなったら少々に見せてあげて。わかったわ。じゃあちょっと預かっとくわ。ありがとう。わかった、薄川兄貴。あの、じゃ別にお前に見せるっていうんじゃなくて、もしかしたらこれがね、重要なヒントになるかもしれないから。あ、なるほど、さすが兄貴。え、深い考えがあるんですね。その中には別になんか重要なもんなかったの？あ、お前、他にね、トイレと風呂はね、調べようかと思ったけど、昨日見た感じ、他になんか隠してるような要素もなかったから、特に調べんかったな。ポエムだけ紙書くの。そう、ほら、あの、まあ、なんていうの、物が入ってるようなスペースとか、なんか物が落ちてそうなスペースは、トイレとか風呂にはなかったからさ、とりあえずゲストルームだけ調べたけど、見つかったのは、ちなみに、このポエムはほんまに何も情報なかったの？あ、ちょっと中全部俺見たもん。ああ。ただただ気持ち悪いポエムがあっただけ。再確認する？それか、もう一回。再確認した方がいいんじゃん。まあ、でも、シマ、気にさんにやったら、シマ、あの、あれや、シャオさんにちょっと見てもらったらいいやん。ほら、ちょっと気になるんだな。ほら、ほら、兄貴、そんなこと言うな、お前ら。めっちゃ気になるんだな。ちなみに、シャオのお前、いくつや。めたいな。いいですか。じゃあ、ちょっと待って、俺が見る。男らしい、こいつ、こいつ男らしい。俺が見るわ。一生ついていきます、兄貴。23は危険やわ。じゃあ、コネシマが見るっていう感じでいいかな？いいよ、いいよ。あ、大丈夫。コネシマは、その、トントンからもらったノート、何か情報があるのじゃないかと思って、隅々まで詳しく見ましたが、特に何も情報はありませんでした。ないんかい。そして、隅々まで詳しく見てしまったので、全身に、恐怖が走りました。1D3 です。はい。兄貴、大丈夫っすか、兄貴。つらいんじゃ。寒いんじゃ。いやー、シンマ、ほんまにただただ、キモいポエムだけやったやろ。削れたな。いやー、ただただ気持ち悪いわ、これ。えぐい。しやろ。しかも、特に何にも目星重要な情報もないっていうね、ほんまにただのあいつの今までのあのポエム総決算や、ただのポエムアルバムや。ちょ、これさ、今日帰ってきたらビビらせるためにどうする？これあのあいつの椅子にでも置いとく？置いとこう、置いとこう。てか、あいつを部屋の前に立てかけといたろか。いや、いつの方がビビるんちゃう？あー、ビビるかな。ああ、あの、掃除の後に息子の方でなんか変な本見けた母親とかみたいなことする。とりあえず、じゃあ大先生の方、じゃあ、あの、椅子にとりあえず置いとこうぜ。置いとこう。うん、立てかけて置いといたろ。どうしよう。うん、よし。じゃあ、本つながりで、この島が本を見終わって、大先生のところに本を置き、大先生の椅子のところに本を立てかけました。で、古文のシャオロン。はい。昨日、ノート、見つけた、覚えてる？そのノートを、ここでもう一度みんなで調べることができる。隅々まで。シャオロンが見つけたノートを。なるほど。兄貴。どうした？実は、うん、あ、昨日ちょっと言ってたんですけど、僕が部屋で見つけたこの本、もう一回ちょっと調べてみません、はい、兄貴。おー、なんか、よくわからん中身が書いてあったやつか。そう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 。あるやな。ちょっと、探してみようか。じゃあ、幸運ロールで、振ってみて。全員？バンディ100で振ってってことよ。そうそう、いや、シャオロンとコネシマで。うん、ほら14成功。 OK、47で幸運ロールっていうのはあの最初の能力値の幸運の数値で比較だよね。そうそうそう。でパワーが1減ってるから多分5ポイント減ってるはず。え、な、減ってんのかなこれ。今勝手に計算されてる。うん、ああそうか。じゃあ47失敗。 OK、 じゃあシャオロンが成功してんな。成功した。
じゃあサウロンがノート隅々までチェックして、うわアイフォート、どうしたサウロン、んこのページにあの九段のアイフォートの記述がありますよ。ちょ見してみ、見てください。なんじゃこりゃ、気持ち悪いで。おいこれ人外やないか。みんなにも見せますか。見せよう。ちょみんな見てくれ。アイフォートの正体が分かったぞ。俺が兄貴のやつだよ。みんな見たまえ。う、頭が痛い。アイフォートの正体が分かったぞ。これや。俺さ、あ今だけ目が潰れてる。俺あのインサイドの実況でこんなん見たで俺。あもう その通り似てる。あのインサイドの実況で俺最終的にこの姿になったで俺。よう舞台に戻れたな。俺あのだってこれであれやもん、あのなんかよくわからん施設破壊してもらったもんこれで。あお前そういえば一人旅行ってくるっつって言ってた時期か、あの時こうなったんや最終的に。いや違う、ゲーム実況の話や。ゲーム実況の話や。お何お前リアルで俺がちょっとこんな形になった言うてる話してちゃうやろ。いやゲーム実況なのか分かってんだけどさ、いやちょっとロールプレイしてもおもろいかな。トントンよく変形するからな。え？初耳なんですけど。豚の姿になったり人の姿になったり。おいちょ急にめたいことやめろとお前、それはちょっとそれはお前ちょっとあの絵師の都合やから。トントン七変化やってほしいもん。できひんから。特殊能力追加すな。で、かつサウロンが幸運に成功してるから、加えて次のこともわかります。このアイフォートっていうのは神話生物であること。何？これアイフォートって神話生物らしいっすよ。で、マジで？いやさ、このアイフォートっていう書かれてるこの1ページを詳しく読んでいくと、どうやらアイフォートは。ヒナを人間に植え付けることを生業としていて。ヒナを人間に植え付ける。ヒナを人間。それは食物を通して胃の中に入れるらしいです。で、ちょっと待て、ちょっと待ってくれ。それをヒナを植え付けられてしまった人間は精神が乗っ取られてしまい、まあ、悪夢を見るようになります。あたたたたたたた。むむ。で、最終的にはお腹の中から食い破られて、食い破ってヒナが出ていきます。みんな、非常にやばいことに気づいてしまったぞ。どうした？どうした？このアイフォートっていうのは、どうやらヒナをに人間に植え付けていく生物らしくて、はあ、食べ物を通じて、植え付けていくらしいねんな。食べ物を通じて植え付けんの、うん、そう。で、どうだ。で、その食べ物を食べた人は悪夢を見るらしいねんか。で、最終的には腹の中から食い破られるらしいねんか。このさ、食べ物で植え付けられるとさ、悪夢ってさ、なんか見覚えあらへん。あれなんか、悪いけど昨日の話すごい既視感はあるよな。てか、昨日だよね。確かに俺あの大先生のまずいもつ食わされてその晩悪夢見たよね。なった、俺もそうなんだ。 やばくね。でしかも夢の中の大先生がアイフォートって言ってたよね。言ってた。やばない、ね、これはやばいよ。1回目だけでさ、そのなんやろ、偶然やってその客観的証拠もないね。その人言ってあかんって、もっと精査すべきと思うよ。気のせいだよね。気のせいだよ。まあでもこういう疑いがあるっていうのはここに留めておこう。まあもしかしたら。いやでもあのまず、まあ、何やよ偶然。いや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 、あの持つのまずさから考えて、こういうしかもあれやろ、館のあの椅子にもアイフォートがのひながどうたら書いてたしさ。いやこれはやばいぞ。限りなく黒に近いグレーやぞこんな。いや、そもそも神話生物って言うけど別に確固たるものもないしさ、多分大先生の空想じゃない気もじゃないの。いや、さすがにちょっととりあえずあの飯はもう食わない方がいいかも。ちょっと控えようか、今日からもう控えよう。そうやな、食べんかったらみんなどんどん弱っていくから食べなあかんのちゃう。やっぱり
ご飯を食べなきゃ。トントン焼いて食べようぜ。ちょっと待って待って、ちょっと待って。あんだけさ、モツ嫌がってどうすもんか、急にモツ食いたがってんねんけど、どうしたんやお前。なんか、キャラ変わったな。いや、俺も5時間でさ、生き方を見つけてさ。待て待て待て、おい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 、お前もか。いや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 、そうか、そうか、お前もか。近見に行って探しに行って人生について触れるってどういうことやねん。おかしいやろ。人生の道しるべを見つけてしまったが、この5時間で。まあそれは冗談としてとりあえずね、物は食わんかったから終わっていくしね。まあ確かにそれに関してはそうよな、食わんかったらだけど、でもこの文献見る限りは少なくともちょっと今の状況、食い物に手出しづらいよな。いやでもさ、普段こんなん客観的に信用に値する描写で、描写でも何でもないのに、何をそんなに気にしてビビってるのかね。いやだって大先生が大先生やしな。アイフォートじゃなくてアルフォートが欲しいわな。もう全くその通り、うん、兄貴面白いっす兄貴。ちょっと待てよ、もうめちゃくちゃだよ。